Experience starts here. ANA, World Air Current.J-WAVE ANA ワールドエアカレントポッドキャスティング、今回は2020年8月8日放送、シンガーソングライターの K さんに伺った韓国、そして音楽にまつわる旅のお話です。久しぶりです。お久しぶりです。元気してました？元気でしたよ。本当？元気ですか？お元気元気、はい、ライブ来てくれたのが2017年だって。そう、大阪だったのか。大阪だったね、やったね、うんうんうん、あれがだから 3,4 年前でしょ。僕前の日にリハやって、みんなで焼肉食べに行ったんですよ、フミヤさんとか。そう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 、行った行った行った。あれが楽しかったですよね。違うね、あの前の日の焼肉っていうのは、はい、もう恒例の前夜祭でいや全員もうすごい人数で行くじゃん。結構しかも飲みましたもんね。そうなんですよ、二次会まで、次の日ライブなのに。僕みたいな楽器だったりバンドマンだったりけどさ、はい、歌手がさ、はい、あの前の日で広い時とかはさ、そのまま前夜祭でカラオケとかに流れちゃうから、はい、で大丈夫なのって心配なんだけど、まあその分なんか本番の前になんかみんなが一つになれるっていうかさ。そうですよね、もう筑前さんが行くならもう行くしかないですよね。ひどいんだけどね。まあ、あの人の話はいいですよ。今日はK君の旅のお話をしたいんですけど、はいはい、この番組に前来てくれたのも2007年なんだって。13年前13年前なんだよ。恐ろしいですよね。すごい、13年前からって言ったら人生変わってるもんね、いろいろ。そう、僕も結婚してなかったですし。え、今結婚して何年経つ？こう大事なところですね。5年編集できるからね。結婚して5年経ってますね。おお、5年目か。5年6年ぐらい、はい、そうですね。ということは前この番組に来てくれた時はしてなかったってことだもんな、はい、そう。しかもあの軍隊も行ってなかったのでそうか、その13年間だいぶ変わってますね。だね、いろんなエクスペリエンスがあるわけだ、はい、さて、うん、今日はねこの番組も前も出てくれてるから分かると思うんですけど、はい、まあ、旅のお話を伺いたい、はい、でもまあ K 君にとっては日本に来たってことも、まあ、旅ですね。違う、旅だもんね。僕あれなんですよ、初めての海外が日本だったんですよ。本当、あの2004年だったのかな、それがまあ初めての海外で、まあ、日本でのそのまあ生活とかもそこでスタートするわけなんですけど、最初はこうもう行ったり来たりっていうイメージだったんですよ、はい、ずっと住むっていうのはなくて、うん、で途中から、2005年ぐらいから住んでみたいなと思って、まあ、部屋借りてっていう、 そこが割と、ね、そもそもだけど改めて聞くと、うん、するとだよ、はい、日本にその来るってその決めたきっかけってのはどういうことだったんですか？水が合ってましたね。これはでもこれ本当に一番最初来た時に肌が結構調子良かったんですよ。本当、うちのお袋にも言ってるんですけど、それって結構すごいこう基本的なことなんですけど、そうだね、こう直感で自分に合ってんなっていうのは一番最初に思ってて、あとはこう生活しながら、それこそアーティストのまあ仕事のやり方とか、そういうのがすごい自分に合って出ましたね。それまでにその音楽活動っていうか、はいはい、アーティスト活動っていうのは韓国でもやってたの？そうなんですよ、うん、韓国で先にデビューしたんですけど、はい、うまいこといかなくて、うん、で、まあ、ちょうどその韓国は軍隊に行かなきゃいけない、はい、制度があるので、軍隊に行くかその裏方として、うん、作曲家として生きるかっていうのをすごい迷ってたんですよ。もうアーティストは若干半分ぐらい諦めてて、でその時にそのピアノ弾くシンガーソングライターを探してるっていうので、日本行ったことないし行ってみたいっていうので受けたら受かってっていう感じだったんですよね。不思議ですよね。不思議だよな、人生どこに何が転がってるか分かんないな、きっかけっていうのはね。どうやる？やんない？どう、自分で決めていいよって言われて、うん、いやでもやってみたいですっていう一言がこうなってるわけなんですよね。まあ、ふるさと、うん、韓国の話です。今はどれぐらいのペースで帰ってるんですか？でも今コロナでね、なかなか帰らないんですけど、ね、1年に1回ぐらいですかね。なるほど、うん、でまあ両親を日本に呼ぶことの方が多いですね。うん、なるほど。おふくろの味っつったらどんなものになるの？なんか食べるもので、あの
ビビン麺ってご存知ですか？辛いやつな。辛いやつ。美味しいな。このビビン冷麺とはまたちょっと違ってて、赤いやつね。赤いやつで、うん、まあ、キュウリとか入れてたり。冷たいやつな。冷たいやつで、うん、それがお袋が作るそのビビン麺っていうのがすっごい好きなんですよね。これもあのすごい簡単なんですけど作り方。はい。なんか他のお店で食べてもその味が出ない。ね、なそうですか。多分きっとそのお家のキムチとか。うん、まあ、ごま油だったりあと麺のこう茹で加減とか麺がさビビン麺頼むとさ焼肉屋さんで一番最後に頼むじゃん、はいはい、で僕はいつも冷麺じゃなくてビビン麺を頼むんですけど、はいはい、太い麺ですか細い麺ですかって聞かれるんですが、はい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 、どっちなの？僕細いのが好き、ね、細いやつね、はい、あれ美味しいね。あの絡まってよく好きなんですチュルチュルチュルっていけるやつな食べたいんだよ。ああいいね。あれとお肉を挟んで食べるのが好きなんですよ。えどう？えいや向こうはそのビビン冷麺とか頼むと、うん、普通の日本人の感覚だと締めで召し上がる感じじゃないですか。そうそうそう、向こうは同じタイミングで持ってくるんですよ。 OK。でそのヤンニョムって言ってあのそのちょっと甘い甘辛な、はい、その味噌みたいな味噌がついてる、はいはい、そのカルビを頼んで、ね、はい、それをそのビビン麺と一緒にこう絡んで、うん、絡めて、だから甘いのと辛いの一緒に食べるっていうのが、うん、あそれは美味しいに違いない。ああいうサンチューみたいな感覚でビビン麺でこう巻いて食べるっていう。ああそう。で最終的にサンチュみたいな葉っぱはないの？なくていい。あもうあります。あのそれも、まあ、いろんなそのあるもんね、はい。韓国ってとにかくさ焼肉店みたいに入っても、はい、まずいろんなもの出てくんだよね。出てきますよね。こうちっちゃいのに入ってお漬物ただただですね。ただだな。でその中にいわゆるサンチュ的なものもほらエゴマの葉とかも、はい、そういうのも全部バーンってくるから、はい、そういうの一緒にこう合わせて食べていくのが多いんだよね。楽しいですよね。でしかも開いたらすぐ持ってきますし。あれただなんだよな。あれすごいよね。僕日本来た時びっくりしたんですよ。あ、お金払うんだって思って。全部ちっちゃいの。そう。そうだよ。そうだよ。キムチにお金払うっていう。そうだよ。キムチ頼んで、この春雨みたいなやつあるじゃん、なんつうんだっけあれ。チャプチェとかね。チャプチェ。そうそう。あれも全部チャプチェとかチヂミとかあの平焼きみたいな全部頼んでも。ただまず本当は持ってくんだもんな。そうそう。だからメインを頼めば全部ついてくるので。そうなんだよ。あの感じはないよ日本の焼肉屋さん。だから最初は結構びっくりした。びっくりしました。そうか、そうかビビン麺か。うん、それで、あこれはおすすめ。あこれあこれね聞きたいんだけど、一、ね、回だけいただいたことあるんですけど、最初と。まあ、韓国のチェジュ島っていうところがあって、はいはい、まあ、日本から近いよね。近いですよね、うん、まあ、だから日本のところだと、まあ、イメージ的には宮崎とかに近いかもしれないね。気温とか。なるほど。でそこに行くとタチウオ、魚料理のタチウオの料理があって、あのこれね写真にもあるんですけど、この長い鍋なんですよ、はあ、横に長い鍋で、つまりタチウオ専用の鍋なんですよ。これタチウオが1匹丸々入ってるんですよ長く、はあ、でそれをコンロで2つ3つぐらいこう並べて、うん、その長い鍋で温めてみんなでこう食べるんですよね。へえ、なんかイメージで言うとね、この写真のイメージ、まあ日本で食べるので言うとってことよ、はい、あの鮭でさ、ちゃんちゃん焼きってのは、はいはいはい、あのさ、北海道の方行くとさ、そうですよね。それぐらいのこうでっかい、一匹を、ただでっかいって言っても、鮭よりも長いから、タチウオは、はい、すごい長い鍋なんだ、これが。で、ちょっとこう辛くて。あ、そうでしょうね。赤い鍋なんだ、これ。赤い鍋で、これをみんなでこう囲んで食べるのが、すっごい美味しかった。へ、あとお酒も合いますしね。いや、あのね、実はタチウオっていうのは魚の中でも結局味は抜群なんだよね。ああ、抜群です。油の乗り方とかですか。そうで、それほどこってるの、青物ほどこってるみたいなんじゃない。確かに。で、ね、身は繊細な白身じゃない、はいはいはい、で僕ら釣り好きだから。あ、そうですよね。で釣り人の中ではタチウオ釣りっていうのはやっぱり食べるのが目的なんだよね。はいはいはい。タチウオってのはうまいんだよね。これはチェジュのやつだから、まあ辛い鍋だよな。そう、チェ鍋みたいな雰囲気の味付け。でしかもこれ全部そのタチウオを、うん、あのいただいた後に、うん、このソースでチャーハン作るんですよ、うん、あったー、すごい。これがねまた美味しいんすよね。あ、そうですか。もうおじや的な感じでね。そうです、あーってやって、うん、でこれで何飲むんですか、お酒は。チャミスルなんですけど。チャミスルなんだ、はい、基本はもうチャミスルで、ベリーウェルカムよ。うまいうまいよな、チャミスル。これね、あの、うん、やっぱ韓国料理じゃないとチャミスルって味が出ないんですよ ね。そうかもしれない。普段飲みたいと思わないんですよ、うん、韓国料理じゃないと、うん、なかなかでもクッククックいけるよ ね。 そうですね。あとは白ワインとかも合うかもしれない、ね、あ、それはそうですね、はい、でもやっぱりね、辛みのあるやつになるチャミスルって本当に合うんですよね。
ロンドンはいつですか、これ行ったの。2006、7年くらいかな。あ、そうか。じゃあ僕がちょうど移り住んだ頃だな、7年に。はいはいはい、7年から住んでるんで。そのお仕事がてら行ってたんですけど、うん、まあプライベートの時間も結構いただいてたので、はい、とにかくこの街の雰囲気とかカルチャーがすごく好きで、うん、僕はでもその UK の音楽とかあんまり、うん、聞いてなかったんですけど、はい、ファッションとかあと CD ショップとか、うん、あとはライブハウス、まあ、クラブとかも行ってたんですけど、とにかくそのすごく街がこう活気はあるんですけど、うん、そこにはこう歴史もあって、そう、ね、やっぱあの建物がさ、はいはい、まずあのもちろん中は全部イノベートしてるから、はいはいはい、ピカピカじゃない、はいはいはい、それこそ東京にも進んでるなんかインテリアのものがたくさんあるじゃない、はいはい、でもほら外壁いじっちゃいけないからさ、ね、ロンドンの街って、はいはいはい、あの、ね、なんかミックスしてる感じっていうか、はいはいはい、楽しいよね。だからレンガの古臭い建物ガンって開けたら中ピカピカみたいな。そうですよ ね。だからあの僕すごい面白かったのが、まあ、日本でもね古い建物とか、はい、まあ、それこそ神社とかにねすごいね古いものいっぱいあると思うんですけど、はい、なんかこうちょうどいいっていうのが、うん、韓国も日本もなんかこうないっていう感じがあったんでしょうね。分かるね。でロンドン行くとちょうどいいっていうか、昔のものがうまくこう未だに街の中に残ってるよね。そう、さっきおっしゃってたそういうね、うん、アンバランスな感じもあったり、うん、だからそれをこう街が楽しんでる感じがすごく好きだ、うん、イギリス人はね、とにかく何でもかんでも、まあ、街の壁からそうですし、普段生活してる家の細かいものにしても修理するのが好きなんですよ。あ、それさっきおっしゃってたリノベをしたり、家のものでも何でも修理して修理して使い込むっていうのが好きなの。あ、だからね、日曜日とか見ると休日のお父さんは大体家直してますよ。あ、そうなんです。それこそもうホームセンターとか行ってそうみんな大好き、買い込んで、みんななんかお庭にそういうちょっと小屋持ってて、そこに、まあ、だから芝刈りから含めてよ、はい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 、ガーデニング含めて、なんか家のこともそうだし、何でもなんか昔のものを大切に使うっていうのがすごい美学として残ってる。あとそのロンドン行った時に噂では聞いてたんですよ、その食べ物が美味しくないとか言うね、はい、うん、でも結構僕は、まあ、大丈夫だった、好きでしたけどね、うん、美味しいところはいっぱいあるんですよ。あ、うん、ただやっぱりなんて言うんだろう、イギリス料理として文化としてはやっぱりなかなかね、はい、料理になってないものも多い。そうかそうかそうか、な、ただ焼いただけ、はいはい、ただ煮ただけとか、そういうのが多いからね。あとこう食べ物の話になってしまうんですけど、うん、あのブライトンビーチ行った時に、はい、ドーナツを売ってる頃、うん、屋台みたいなところで売ってる人がいて、はいはい、それこそ日本のドーナツってすごくよくできてるんじゃないですか。すごいですね。あの M のドーナツとかね、はいはい、いっぱい美味しいところいっぱいあるじゃないですか、うん、なんか本当にこう焼いて、まあまあ揚げてるのかな、揚げてシュガーをかけて終わりぐらいの、そういう繊細さゼロのシンプルでやってるんですけど、それがすごいジャンクで、そうよね、めちゃめちゃ美味しかった。だから素朴な味は残ってる。であとアイスクリームとか、ね、キャンディーみたいな味があるのもやっぱ売りに来るんだけど、日本みたいに進化してない、日本の ね、70年代とか80年代ぐらいの味のまんまなんだよね、はい、パッ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 て、そのままっていう感じ。なんとも言えない美味しさっていうか、そう、だからそう、なんか昔懐かしい味みたいなのあるけど、逆に言うとさ、まあ、韓国はちょっとよく知らないけど、日本のコンビニとかさ、やっぱり、まあすごいですよね、そういう意味では洗練されて美味しいじゃない、はい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 、でバリエーションもたくさんあるし、いろんなアレンジするのが得意じゃない、はいはい、そういうところには気を使わないよね、イギリス人は。まあ、だから僕は10日間ぐらい行ったので、うん、そのぐらいでまあ楽しめたっていうのもあるかもしれないですけどね、うん、ちょうどいいんじゃない、はい、うん、ロンドンいつ来ますか今度。あのマイルがだいぶ溜まってるんですよ。使ってください。行けたらいいなって思いますけど ね。お待ちしております、はい、あとは食べ物の話にまた戻るんですけど。すぐ戻るよね、まあ、僕ねイタリアン大好きなんですよ。当たり前でしょ、やっぱり本当に大好きで、これだからいろんな説があるんですけど、はい、韓国はなんかこうアジアのイタリアとか、うん、ああそうね、でなんかこう料理の作り方とかよく分かる分かる、だからかもしれないですけどイタリアンがとにかく大好きで、僕も大好きです。でいろんなこう有名な東京の有名なところは言われたら行くんですよ、うん、でたまたま僕が住んでる家の近くにローマのイタリアンをまあメインとしたお店があって、でよくその AS ローマのサッカーチームのね、あのユニフォームとか飾ってあったりしてたんで、でどういう関係なのかなって思って聞いたら、そのローマの郷土料理だって言って、だからピザとかもちょっと四角、そう、ローマンは四角いんですよ ね、切ってこうね、まあ、ミラノもなんかそうだけど、ナポリの
ピザは丸いじゃない、でそれこそパスタとかも味がちょっと違ってて、チーズが違うしな、まずそうそうそうですね、すごい美味しかったんですよ、でそういうのもあって、まあ、ローマに行きたいのと、ローマね、ローマ去年行ったけどね、本気うまいぞ、うまい店いっぱいある。それはそのイタリアンがですか？ローマに行って食べまくったんだけど、お肉料理とかも美味しいですか？もちろんいっぱいあるけど、パスタ一つとってもローマならではのものがたくさんあるから、それこそシンプルなカチョエペペとかさ。カチョエペペ大好き、カチョエペペ本当好き。ああ、だカチョエペペはでもさ、シンプルなだけに、要するにペコリーノチーズが美味しくなければダメじゃん、そうですよね。でまあ大体リガトーニとかででっかいのやるじゃん、でそれも手打ちの店いくつかあるんですよ。でもさっき売ったばっかりのパスタで美味しく、本当にペコリーノでカチョエペペバーンって出されたら、ああ別にこれ他のソースいらないなと思うぐらい美味しかった。あの麺が、割とこう、あの、なんだろうな、こう結構不器用な顔してるじゃないですか。そうですね、すごく 手打ちの、ね、手打ちで、あれがすごい好きなんですよね。歯応えが良くて、だから、まあ、手打ちのそば食ったりラーメンでもさ、あるじゃない。もちろんね、あのドライのやつでも美味しいものはたくさん作れると思うし、また別のジャンルになるだろうけど、やっぱりローマでね、人気の手打ちのパスタ屋行ってカチョエペペ食べたら本当感動した、感動した。逆にその、東京で、ここのイタリアン美味しいよっていうお店ってある？あ、後で教えてあげる。あ、ぜひ。もうぜひ教えてほしい。いや、イタリアンつってもさ、今言ったよ、ローマの郷土料理とか、例えば、まあ、ナポリもそう、シュシリとかもっと特徴出てくるじゃん。もっと言うとフィレンツェ行くとフィレンツェの肉料理とかあるじゃん。ーソースも変わってくるし、そういう、 こう割とローカルにこう根差した美味しいものもあれば、やっぱりミラノとかで今人気なのはやっぱもっともっとこう先進的なというか、イノベーティブなやつ。はい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 。これもやっぱりすごい店いっぱいあるし、ちょっとフュージョン的な、フュージョン的な感じもそうだから、割と新しくってっていうのはやっぱり東京とか得意だと思うよ。はいはいはい、はい、もう天才的なっていうか、もう素晴らしいシェフがいっぱいいるから、東京は。あー食べたい。東京でイタリア行くんだったら逆になんかその郷土料理というよりはもうちょっとこう進んだやつ食べると、そっか、面白いんじゃない、そっちの方が面白いよねと思うよ。ちょっと教えてください後で、ね、後で、はい、はい新曲、はい、いいのできてるね、聞きました、さっきちょこっと。あ、本当ですか、ありがとうございます、これは7月22日に、最新の配信シングルですね、タイトルはサティスファクション。おー、サティスファクション楽曲なんですけど、まあ、ちょっとこうダンスチューンで、まあ、80年代っぽいディスコを、まあ、今風にちょっとアレンジし直したって感じなんですけど、来てるよね、なんか 80s 90s の雰囲気っていうのはずっと、ね、あの、まあ、ここ何年か前から、割とこう、まああんまりこうコードを動かさないっていう音楽の一つの枠を作ったらそのまんま最後までまあリフっぽく作っていくっていうのをちょっと心掛けてるので、あと言葉もあんまりこう、まあ意味合いよりはまあ遊びっていうか、まあラップに近い感じの作り方っていうのをやってるので、割とこう楽しくやらせてもらってます。いいですね、ぜひ皆さんも聴いてください、スタティスファクション。そして、ライブは、4月に、ね、予定してたライブが10月にこう、延期になったので、10月3日、土曜日恵比寿ザガーデンホールで、ライブを行います。いいですね、ぜひ遊びに来てください、はい、10月の3日恵比寿ザガーデンホールです、さて、まあ、今はちょっとねこのコロナのあんまありますから行けないですけど、そんな時こそさ、あそこ行きたいなとかさ、計画する、妄想するってなるじゃないですか。いいですね。どこ行ってみたいですか今後。結構前からなんですけど、スウェーデン行ったことないんですよ。僕もないんですけど。これあのカンさんっているんですか、アーティストのカンさん。カンね。カンさんのラジオ番組に出させてもらった時に、前の日に連絡が来て、好きな国家を一個選んでって言われて。国を？国の。で、いろいろ調べたらスウェーデン。国歌がすごいかっこよくて、歌、国歌と国の歌の歌の、はい、国歌をねすごいよくできてて、もう完全ポップスなんですよ。へー。でそれこそ今ねスウェーデンの作家さんとかいっぱいいるじゃないですか、そういうのもあんのかなと思ってすごい好きで、そこからこう結構ハマりだして、スウェーデンの家具とか、そして車だったり、まあ、デザインの考え方とかがすごく好きで、いろいろ調べてたらそのスウェーデンの街とかも行ってみたいなって、まあ、料理とかはちょっとよくわかんないないんですけど、スウェーデン行ったことないんで。ニシン食べるらしいよ。ニシン。あ、そう、あのなんかあれですよね、あの缶に入ってて。それもあるし、どれかこのニシンがたくさん食べるのと、お芋とキャベツとミートボールって言ってた。あとその、アイスホテルっていうのが。これね。あって。いや僕ね、なんか本で見たことあるんですよ。ユッカスヤルビっていう。
ホテルがあるらしくて、これすごいよね、このオーロラを見ながら、はい、いやつまり氷の彫刻なんですよ、ホテルはね。中の家具も全部そうなんですけどね。家具も全部、はい、まあ家具はそうじゃないか、寝るところは普通ね、ベッドだろうな、ベッドかもしれないですよね。で毎年12月にその氷で作って、はい、で4月にはなくなるんだって、はい、そういう氷の部屋、ここに泊まりたい、いやそうだね、面白そうだね、寝たて、うちの娘が言ってた、これ泊まりたいっつって。これだから子供の時によくその漫画とかでね、アニメとかでよくあるじゃないですか、はい、一度はちょっと経験してみたいなと思いますけど、ね、でも調べたら意外と結構いい値段するらしくて、そうなんだ、なんかね、僕もなんか高級ホテルシリーズのなんか古本があって、はいはい、世界中のこう珍しくてっていうのに載ってた、はい、で娘がなんかね、彼氏が今スウェーデン人なんですよ、はい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 、あいつはたまに遊びに行ってるんですけど、娘は、はい、ここ行きたいよって言って一緒に行こうって言ったんです。まあでもほら、日本の鎌倉ってのがあるじゃない。あ、そうですね、あれも中入ると暖かいって言うから、あ、近いものあるかもしれない、氷だって言うけど中入ったら暖かいんじゃないの、だから外だけなんですかね、枠組みだけ氷当たらないだろうなそしたらこんな話題になんない、うん、これは結構マジで氷なんじゃないの、そっか、アイスホテルね。でもスウェーデンってなかなか面白い国らしいから、あ、行ってみたいなと思ってるけど、ね、なんか面白そうですよね。あとはこれはゲストの方に必ず伺ってるんですが、はい、ケイ君にとっての旅ってのは一体何ですか。そうですね、まあ、やっぱりなんだかんだやっぱ刺激になるんですかね、うん、あとはその刺激が結果自分のこう仕事とか、まあ、あと好奇心とかに変わっていくので、旅とはやっぱ刺激、はい、楽しかったです、はい、また来てください。 ANA World Air Current